今日は先発はいます。期待された今日のマウンドなんですが、ツーアウト一塁でカブレラ、まあ、少しこう内側攻めきれなかった、そんな投球になりました。ちょっと甘いですね、コースがね、はい、これが先制点。後藤がホームに帰ってきました。1対0です。さあ今度は近藤の立ち上がりなんですが、ランナー3塁まで送るんですが、田村スイングアウト三振。近藤がピンチをしのぎます。2回のバローズ、ツーアウト2塁からラストバッター山崎浩二が右方向うまく持っていきました。これがタイムリーツーベース。さらに赤田がセンター前タイムリー、カブレラこのタイムリーが2点タイムリーになります。さらに T 岡田、これがタイムリー内野安打。さらにはこの後北川にもタイムリーが生まれます。まあ、その前にこの岩崎がここでマウンドを降りるということになりました。はい、変わった金沢から北川タイムリーヒット。バファローズこの2回に一挙6点のビッグイニング。岩崎のこの乱調が誤算でした。近藤のピッチングです。これが3回、田上を三振、川崎は詰まったファーストゴロ、本田はスイングアウトの三振です。これは4回なんですが、この辺りからだんだんいい当たりは出始めてきたホークスだったんですよね。はい、捉えてはいますよね。二塁三塁とランナーを置いて、これは5回の攻撃。川崎ショートゴロ、この間に長谷川がホームに帰ってきました。